こうやってやると音が入るでしょ。ほら、こんなにくっつく。すごいよ。はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さん、お元気ですか？ババーン！今回はバットグリップスプレー、ガツグリバットグリップスプレーのご紹介でございます。よろしくお願いします。それではどうぞ。はい、お話ししますね。まあ、バットの滑り止めということで、主に松ヤニの成分がね、こちらのグリップスプレーになるんですけども、まあ、従来からね、うちの方で売ってるのは、こちらね、ホワイトベアーさんのハードグリップ。こっちがドライグリップってやつなんですけど、ハードグリップ。バット用滑り止めスプレーリキッドタイプということで、いわゆる茶色い、シューってやると茶色くなるのがこちらですね。うん。こちらは上代税込み1056円。で、このパウダータイプっていうのは、要は、ロージンパタパタってやると粉が出るでしょ。これ粉のスプレーです。まあ、だから、ここにも書いてあるけど、これは素手派の人。素手の人ね。素手はこういうのがいいんじゃないですか。で、手袋とか、バッティンググラブしたり、雨の日とかは、やっぱこっちがいいんだけど、今日はその中で、これ去年かな、発売された、ワールドペガサスさんの、この、バットグリッププレイが非常に好評なのでお話ししていきたいと思います。あ、で、値段言ってなかったっけ。これドライグリップが990円ね。で、これさっき言ったか、ハードグリップが1056円、で、こちらガツグリバットグリップスプレーが1095円でございますね。いい値段ですね。はい。バットをキャップの上に立てかけ可能、塗布部分に土の付着を最小限に留めますということで、バットね、ピシュピシュシュってやった後にポイって置いておくと、ここに土がいっぱいついちゃうから、こうやってね、ポコって置けるように。これちっちゃいことだけどね、大切なんだよ、これもね。ポコって。これはね、キャップ付き。お客さんに聞くと、キャップだと取らなくちゃ、ちょっと取るっていうのもあるし、このキャップがなくなっちゃったりするので、この形だったらね、この形だったら、キャップしなくても、これ間違いで押すことないし、で、立てかけられるので、こっちのタイプの方がいいと思うんだけどね、使い勝手はね。うん。で、これ何がいいかってね、よくね、西島さんに聞きましたら、いろんなね、メーカーさんが、野球メーカーさんが出してる、バットのグリップスプレー、このシューです。バットスプレーね。調べて、で、一番、どのメーカーにも勝てるような、ネバネバを考えたと。まあ、採用したと。いうふうなね、ことらしいです。だからすごいね、後でやってみますけど、いいですよ。主成分は、松ヤニ、イソヘキサン、炭化水素樹脂、水添えポリープ、読めないな。水添えって言うんかな。うん。すいません。調べてないです。まあ、これ調べても私、科学詳しくないから、言えないんだけど、まあ、松ヤニ成分で、それがうまいことスプレーで出て、ここにね、付着するように、このバットにね、付着するように考えてますよ。なおかつ、こうね、キャップもいいですよ。で、まあ、ちょっと使うのとは関係ないんだけど、ここにね、コインが、差し込めるような穴があって、使い終わった後コイン入れて押してキュッて右回すと、プシューってね、ポイって捨てるときに、これ抜かなくてダメでしょ？この辺のやつは、ここに穴開けてピシューってやってからね、捨てるんだけど、これはまあ、ここでできますよって。まあ、それはいいか。うん。ということですね。で、使い方は、書いてある？あった。使用方法。バットのグリップ部またはグリップ位置より上部にスプレーしてください。乾燥すると、滑り止め効果が出ます。こうやってグリグリグリってやらなくちゃダメね。最初はニュルニュルってした感じでね。はい。で、ちょっとやってみましょうか。この前ショート動画でやったんだけど、ゆっくり説明してなかったんでね。はい。じゃあやっていきますね。松ヤニのネバネバっとしたので、すごいグリップが良くなるんで、
まあ、特にね、プロ野球選手とかは木のバットだから余計使ってると思うんだけど、はい。金属バットでも使ってる人多いと思いますよ。うん。で、ここグリップね。で、ここか、ちょっと上。よくこの辺が茶色くなってますけど、あれは、ここに、貯金っていうか、貯金って、いっぱいつけといて、で、ボックスでこう、足りなくなったら、ここでこう、補給するっていうね、ここにちょっとつけたりしますけど、まあ、そこまではね、プロ選手じゃないからあれだけど、よく振って、あんまり別に、どっちかとないけどね、シューって、まあ、これくらいで十分ですね。まあ、量はお好みでやっていただいて、で、最初滑ってるけど、これで、こうやってやると、音が入るでしょ？ほら、こんなにくっつく。すごいよ。すごい。すごいね。で、この辺につけといてから、やる人おるけどね。はい。そんな感じになってます。まあ、当然ね、ネバネバして。これつけない人と併用するとね、ちょっと、つけない人、ってなるけど、まあ、マイバットでね、やるわね。はい。どうでしょうか。うん。いい感じ。ほら。ね、どんだけくっつくかっていうとね、こんな感じです。ほら。ということでございます。ありがとうございます。終わり。